あれってメイド、近くにメイド喫茶なんてあったかしら。あれガチモンのメイドじゃない？マジかよ、すっげえ可愛いじゃん。俺声かけてこよっかな。ご用件は済みましたか、主様。目立つな、非常にまずい。やっぱり日本でその服は目立つな。もっと自然にしてくれないかな。わかりました。では私の普段着に着替えてきます。地球に訪問するときはメルリアじゃなくエイリかフルールをそばにいさせてるけど、メイド服はやっぱり目立つんだよな、日本だと。着替えてきました。これでバッチリです。余計に目立つわ。そういえばエイリってエンジンだったっけ？はい、延期投降副審ですね。バフも当然ですが私自身すごく戦闘向きなんですよ。もちろん戦う技術としても活躍できます。戦う、その見た目で。このローブはですね、幼い見た目を神々しくさせるためのものです。こういうの着てないと幼すぎますからね。見た目だけ着なくていいんだよ、可愛らしいんだからそのままで十分だ。ねえ主様、口が上手なのですから。俺は学んだんだ。褒める、褒めて褒めて、誘導する。そうすれば嫌な気持ちにならずに言うことを聞いてくれる。今日こそは何事もなく、平穏に、帰る。毎度何かあってたまるかってんだ。主様、専属神の方を本日側近にお付けにならなかったのはなぜでしょうか？デートになるからだ。常に誰かといるとどうしても一人の時間が恋しくなるんだ。専属神だと要望に応えないといけない。従属は逆に問題を起こさないか面倒を見ないといけない。ミタドルエデンから側近として出すと言っても帝国は認めてくれない。野良とかだったら俺の意思を組んできっと俺好みに立ち回ってくれるしな。じゃあ専属侍女の中から俺が求める従属を育てるしかない。だけどフルールはそもそも側近というには足でまといすぎる。メルリアは逆に強すぎて生態系を壊しかねない。そこでエイリだ。素直なエイリだったらきっと俺好みな理想の従属になってくれる。そう思って今後地球ではエイリについてきてもらうようにしたってわけだ。なるほどですね、納得しました。待ってたよ、やっと仕事とか異変とかじゃなくプライベートで私を頼ってくれたね。もちろんお家を泊まりまでがセットよね。大丈夫、せっかちゃんには黙っていてあげるから。黙っててもバレるルートがありすぎるんだよ、諦めな。はぁ、ことぶき退社はまだまだ先そうだね。やっぱ譲って育休でもいいのに。それで、エイリちゃんに地球の常識を叩き込めばいいのね。ああ、月下も日頃から頑張ってはいるんだけどやっぱりどこか俺たちの価値観から離れてるんだ。バハートも力を貸してくれ。今日は珍しく月下は脳内で喋らないし、俺はその間に自由にできると思うんだよ。そりゃあそこでずっとさっきまで私と話してたんだからパト君に話しかける余裕はないでしょう。なんだと？やっと気づいたわね、白昼堂々浮気はダメだぞ、豚箱行き。くっしょー、俺の思考を読んで先回りしやがったな。安心しなさい、私は味方。やっぱりパトだって一人の時間は必要。だから私は人肌脱いでこの星で実践的にエイリちゃんに教育してあげようってわけじゃない。安心しなさい、せっかには黙っていてあげるわ。いや、なんでそこでせっか。さてエイリちゃん、今日も地球の文化を教えてあげるわね。まあいいか、一人にしてくれるらしいし。さて、行ったか。パト君どこ行ったの？愛人のところ。残念、カプセルホテルね。パトって本当に一人時間がないとストレスすごいのよ。もう途中からずっとイライラしてる感じ。あらあら、ならあまり角にくっついても逆効果ね。すっきりするまではエイリちゃんの面倒を見るしかないか。でも正直エイリちゃんってすごく大変なのよ。あの子は最上級シア77位、故郷がどれもこれも硬い材質に覆われた星の神だったらしくて、ちょっとでも油断したらもう大変。月下様、本日もご教授お願いします。オリジンセントバルキリー所属のバハートさんですよね。本日はよろしくお願いしますね。よろしく。あ、油断しちゃった。素で、私何かやっちゃいました。って悪気なく言ってくる子よ、覚悟しなさい。戦闘帝国にはデタラメな奴しかいない。大丈夫、エイリちゃんは問題なく専属侍女をやってるよ。パトのあれは性格的なものだから理解してあげて。はい、頑張ります。素直で小柄ですごく可愛らしい子だからパトのそばに置いておきたい気持ちは女の私でもすごくわかるんだけどね。俺の最近の流行り、それはカプセルホテルにこもってただただ時間を無駄に過ごすこと。これがたまらん心地いいんじゃ。狭いんごね、なんでこんな窮屈なところで寝るの？それはね、狭い方が落ち着くからだよ。空気の読めない C のターン。いやー、嘘をつー。広々としてる方が開放感があって落ち着くよー。もう本当バカ、空気読んでよ、もう、本当バカ。
主様、石化様には黙っておきますので、心置きなく。なんだよそれ、流行ってんのかよ。ここで数時間寝て、数時間ゲームしてから戻ろう。月下もバハートもエイリを連れてどこかに泊まるだろうしな。誰だよ、こんな時に。ハト君、今日は日本に足を運んでいるんですね。うん、何か用件あった？いえ、せっかくなので帰りにお買い物してくれたら手料理をと思いまして、こう見えてもパト君の制裁ですからね、至急のですけど。それは嬉しい話だよ。それじゃあ買って帰るね。はい、せっかさんには黙っておきますので気をつけて帰ってきてくださいね。え、何？せっかなんか俺のことで怒ってんの。心当たりしかないんだけど。今回はどの件で怒ってるんだ？約束忘れてたことか、せっかと月下を呼び間違えたこと、せっかの日だったのに目をつかまして待ちぼうけさせたこと。いや、せっかが押してた作品を目の前で告状したこともあったな。あれは本気の目だったな。あれかな？わかんないし、寝て忘れよう。油断したところで僕が横槍入れちゃう。うっせぇうっせぇ、そこら辺飛んで遊んでなさい。夕方には帰ってくるのよ。なんなん、餌が地味な感情を出してるからさ、僕的にはここから離れない方がいいくらい。そうかい、ならせいぜい満足するまで食いつぶしたらいいさ。魔族って連中はどうしてこう。まだこいつは打点子だから首裏を吸うだけでいいらしいけど、吸血鬼とかになるとルナみたいに血液取られたりするのだろうか。そういや最近七歳の吸血鬼をゲッチュしたんだっけ。たまにはこっちに呼ばないとそろそろ拗ねるな、シューラ。満足したから帰るねー。はいはい、帰って寝てなさい。青い女にはこのこと黙ってるよ。お前まで、おかしいだろ。なん、俺暗殺でもされんの？休めなかった。なんかここまで周りから言われるとせっかに会わないといけない気がするんだよな。あ、ごめんなさい、また私？だからもっと優しく持たないとこのガラスは壊れるって。ごめんなさい、ふるさとや帝国の代物だと壊れなかったのです。月下、エイリの調子はどう？全然、この調子だと見境なくあるもの全部壊すかも。さすが最上級神、常識外れだな。思ったより早かったわね、休めたの。いや、月下のことが気になりすぎて休めなかった。なんか帰らないと俺、明日には命がない気がして。そうなの、じゃあ帰ってあげたら。エイリちゃん、パトが帰りたいらしいから同伴してあげて。さあ、帰ってせっかに会いに行こうか。せっか、帰ったよー。あれ、早いわね。数日は帰ってこないと思ってたんだけど。何か忘れ物でもありましたか？鋭利に準備物をすべて確認させたおつもりですが。せっか、俺は別にやましいこととか、せっかに言えないようなこととか。あるにはあるけど、別に悪意のあるような秘密はないからな。そうね、それがどうしたの？いや、だって、せっか怒ってるのでは。怒る、全然だけど。ならなんでみんなせっかには黙っておくって言うんだよ。あ、パトの情報が逐一入ってきて面倒だから言わなくていいって言ったのよ。ほら一応私側近でもあるし。きっとみんなパトがやること全部私のところに行くって思ってるからあえて言ってたんじゃないかしら。私だってパトのプライベートは守られて当然だと思ってるし、人には知られたくないことだってあるわけだし、全部話されてたらパトもいろいろ疲れるでしょ。せっか、良き理解者で俺はすごく嬉しいよ。どういたしますか？もう一度日本に戻られますか？いや、今日はせっかたちといる。もう一人の時間は満足したよ。では、私のお勤めを終え、メルリア様と交代します。本当主様の周りはいつも賑やかですね。私が専属侍従に選ばれて数日、毎日が楽しいですよ。私って今まで桜花に間違われることはあったけど、月下お姉ちゃんに間違われたことはなかったのよね。実際全然違うわね。それでどうしたの？いや、髪を切ってからよく月下お姉ちゃんと間違われるんだよ。全然違うのに。それは変な話ね。私はこんなにも知的なのに、せっかはこう、もっと獣じみてるというか、本能で動いているというか、遠回しにバカって言わないでくれる。まあいいわ、今度私を間違えたらそいつの目をくり抜いて洗浄してやるわ。向かいのおたまじで私の姿がお仏みたいじゃない？